はい、どうも、いいです。ですね。というわけで、女神異聞録ペルソナ、Be Your To To やっていきます。ですね、実はですね、最初ちょっとやったんですけど、酔っ払い3人から電話かかってきて、ラーメン屋に連れてかれちゃって、中途半端なとこで、切ってたんで、また最初から、最初ちょっとやってるんですけど、まだ本当に出だしだったんでやっていきたいと思います。はい。ペルソナ様。未来の自分が見えると。そういう感じみたいですね。マーク。稲葉雅雄君と ドラ息子、直情型、タイプまで教えてくれると。ハイカラな子ですね。これは悪そうですね。ブラウン、超常現象か。まあ、あれですね、なんか都市伝説みたいな感じなんですかね。上杉秀彦。ブラウン。96年だからもう18年前とかなんですね。すげえな、そう考えたな。そんなこと言ったらあれだよな、女神転生とかなんか20年以上だもんな。綾瀬、かわいいっすね。そうなんだよね。綾瀬、名前かと思ったら名字だった。ゆかちゃんですね。天下御免のコギャルっていう響きがもう懐かしいですね。俺この子好きなんですよね。このヤブカラスティック系女子。帰国子女みたいです。エリーさん。俺この子好きっすね。喋り方が南條。南條ゆきの。国もつかんな、俺は知らん。優等生っぽいっすね。通称南條くん。普通だ。御曹司か。これ雪乃ちゃんっすね。姉御っすよね。男前なんすよね、この子。眉墨。あれ難しい。いや、難しくないか。台の下に黒か。姉御肌や。男前っす。これ主人公っすね。俺っぽいっす。俺はこっちでやりました、最初。ははは。これを見たらなんかヌーベのスクエアってやつに似てましたね。なんだ、ぐるぐる回るやつですね、部屋の四隅を。有名なのだと「世にも奇妙な物語」の雪山ってやつですね。今の「ペルソナ3」とか「4」とかよりだいぶイメージが、違いますね。金子ペルソナですね。今のっつうかもう時代がもうあれっていうのもあるけど。ははは。
この子いちいち好きだわ。ほんでこの角に戻った時もう一人いるっていう感じなんですよね確か。ヌーベだと、うん、おう、この人たちなんだかんで仲良さそうっすね。7人ぐらいいるのかな。おっと、前もやったんだ。うん。うん。雷。これはプラズマ現象ってやつですか。ファンタスティック。今日好奇心旺盛ですね。ぐぬぬ。キャッ、かわいい。あっ、あかん。ようこそお初にお目にかかる。私はフィレモン。意識と無意識の狭間に住まう。さて、君は自分が誰であるか、名乗ることができるか、ね、ここまでやりましたね。そんで電話がかかってきて、うん、で名前決めるとこっすね。これちょっと考えてなかったんでちょっと一旦切ります。結構。ここに来て自分が誰であるか語れるものは多くない。どうやら君は合格のようだ。ところで君は自分の中に複数の自分の存在を自覚したことはないかね。神のように慈愛に満ちた自分、悪魔のように残酷な自分。人は様々な仮面をつけて生きるもの。今の君の姿も無数の仮面の中の一つでしかないかもしれない。しかし君は自分が誰であるか名乗りを上げた。その強い意志に対して敬意と力を送ろう。ペルソナ、心に潜む神や悪魔の姿をしたもう一人の君を呼び出す力だ。この先必ず役に立つ時が来るだろう。さあ戻りたまえ。
君があるべき時間と空のもとへ。戻ってきましたかね、経典同時。うん、4人が食らったん。お、夏美先生セクシーっていうか、あれっすね、またですね、撮るの3回目なんですけど、ムービーのところでカーが来て、親フラですね。なん、いや別にこういうとこで来んならまだいいんだけど、ムービーのタイミングで来られるとどうしようも。行きましょう。うん、あ、マジっすか、先生の方が可愛いっすよ。うん、エルミン学園。うん、あ、ちなみにですね、ワングのワゴンの100円とかのジャンクで買ったんで、説明書がついてないんで、ちょっと完全初見プレイっていうか、何も情報がない感じです。料理では得意ではないらしい。いいね。うん、サエコ先生。あ、清純派な感じの、清純派な感じってなん。うん、高見サエコ。うん、あ、担任の先生。うん、いい人っぽいですね。うん、こいつ生意気や。うん、おお、あ、いい先生だ。あー、やっぱいい人だ。姉子が男前すぎるんだけど。うん、三影総合病院か、マジで。園村。うん、1年近くか。あ、動ける。お、動ける。上下左右で、これ何、アイテム、傷薬、ウィス。うん、体育祭の準備。うん、まあそれはちょっといろいろ。うん、お前は大丈夫か。うん、北東、右行って、大当たりで右に曲がって、突き当たりは左。え、うん、ありがとう。右行って、右行って、左な。うん、耐えられない。うん、お、やっぱいいなこの人。うん、うむ。うん、おお、観葉植物。あー、みたいですね。うん、声かけますか。すげえ、バイオハザードに出てきそうな。アガスティアの木。おお、喋ったんだけど。記憶を我に刻むか。あ、ここでセーブができると。じゃあセーブさせていただきますと。サベ。ちなみにですね、プレステ3はですね、これプレ2でやってるんですけど、1回ですね、
ぶっ壊れた時にデータとかも全部飛んじゃったんで、一応メモリーカードのプレステ2でやってます。これでもまああれなんですけどね、若干音飛びとかムービーの時しちゃう時やと思うんですけど、ちょっとそこはごめんなさいってことで。じゃあどうも、1回目はこの辺で切りたいと思います。お疲れ様です。